皆さん、こんしましま、ニャンティスの新猫好きです。おくり犬実況プレイやっていきたいと思います。ということで、前回はね、原作、小説版の、おくり犬のストーリー、ね、エンディングまで、行きました。あれで終わりじゃないからな。いいな。ということでね、ちょっと続きからやっていこうかな。ここは、あれやね、山崎くんがまた手紙を差し出してきて、で、美穂がストーカーなんですって言ったら、大学の、守衛さんたちが、山崎くんを捕まえて、で、警備室の方にね、連れて行ったわけなんだけど、手紙の内容を読んだ瞬間に、山崎くんを今擁護するような感じになったっていうところやね。で、どうしたらいいのっていうのを選択したら、原作の話まっしぐらなんだけど、なんか選択肢が増えてるな。前やった時これなかったな。誰も私のことを信じてくれないんだ。こんなところにいたくない。どうしようか。こんなところにいたくないってやったらどうなるんやろう。やってみるか。よし、行くぜ。ああ、君。私は、その場にいたくなくて、思わず逃げように、警備室を飛び出してしまった。嫌だ。もう、こんなところにいたくない。誰か、助けて。あてもなく走る私の目に、まどかの姿が映った。これ一緒だったりして。そうかな。まどかなら、私のことを分かってくれるわ。まどか、助けて。私を助けて。おお、大胆だな。私は、まどかに駆け寄ると、その体に思いっきり抱きついた。ハグ。ん？なんだこれ。女の子かな？何あの子、犬を学校に連れてきてるの？ああ、ね。前回ね、オクリーヌの話で、マドカやね、センダさんたちが、ね、犬っていうあの伏線やね。おい、あんまり見るなよ。あの女、噂のあれだろ？おい、君。警備室から追いかけてきたのか、警備員が一人私に近づいてきた。いや、まどか、助けて。ちょっと、美穂が嫌がってんでしょ。さあ、まどか、助けてやってくれ。まどかは普段見せない厳しい顔を警備員に向けている。うわ、なんだこの犬。この警備員、何を言っているんだろう。頭がおかしいのだろうか。まどかを捕まえて彼女を犬呼ばわりするなんて。もう一人の警備員がすぐに追いついて、先に来ていた警備員から何やら話を聞くと、自分の頭を指さし、くるくると回してみせる。グルコサミンかな？ぐる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 グルコサミン。そして、警備員同士がうなずき合い、私に同情の目を向ける。一緒に、空手を、やろう。
狂ってる。この人たち狂ってる。本当に狂っているのはどっちやらっていう。ここに私の味方はいない。よし、味方を変えてみよう。これあれなんかな、こう警備員さんたちは、こう、マドカを抱き上げたみたいな、犬としてのマドカを抱き上げたみたいな、そんな感じ。こんなところにいられない。私は、マドカの手を取ると、再び走った。こんな人たちの視線にさらされたくないよ。はい、まあ、見事なまでに原作の方に行ってしまいました。そうだな、同じだったんだ。じゃあ、誰も私のことを信じてくれないんだ。これ、どうだろう、原作通りにならないかしら、これで。私は、絶望的な気持ちになった。絶望的に君を綺麗さ。どうして、どうして山崎くんの肩なんて持つのよ。重くて持てないじゃない。私がおかしいっていうの。どうしていいかわからず、私が辺りを見回すと、天の助けか、警備室の窓越しに窓かの姿が見えた。あれ、なんか一緒っぽいような。窓かだ。窓かならわかってくれる。私を助けてくれる。まどか、助けて。私を助けて。まどかが近寄ってくると、突然警備員の一人が私の肩に手を置いた。なんか原作っぽいような気がするな、ここ。何言ってるんだろう。まどかを犬だなんて、って。警備員の人がうなずき、なんか同じっぽいような。今の女だろう。最近はその犬女って。ああ、いつも野良犬と話しているだろう。困るんだよな。だから野良犬が勝手に口内に入ってくるんだ。口内炎にならないようにね。あれ？あ、なんか、展開がちょっと変わったな。よし、ここも異常なし。ああ、なんかこの展開アパシーでもあったような気がするな。うん。なんかこの警備員さんのなんかストーリーみたいなのがなんかあったような気がするな。視点が変わったな。ま、美穂から。俺の名は山本幸男。ここ、関西大学の警備員だ。大学のキャンパスは今日も若い男女であふれ、青春という名の時を謳歌している。青春とか羨ましがっているようじゃ、俺も年だな。なんて自分の年を痛感させられたり、若いやつの考えと俺らの時代の考えの違いにジェネレーションギャップを感じたりと、刺激にはこと書かない職場だ。この仕事を始めたのが20歳の時。専門学校ですぐに就職した。それからずっと警備員一筋だ。
へえ、なんか本当警備員になるためにこう一生懸命頑張ったんかな。仕事の内容は主にキャンパス内を歩いての見回り。これはもう6連内の俺の日課でもある。専門学校を指すの俺には大学っていうものがよくわからないのが、こうして見る限り楽しいところなんだろうと思う。さっきのようにわけのわからないこともたまに起こるけどな。おっと、そろそろ時間か。戻ってやらないとかわいそうだな。同僚は何歳も何年下の新米と俺と同じくらいのベテランが数名。毎日ローテーションでコンビを組むやつが違う。確か今日の相棒は早上がりの申請を出していたな。デートですかね。周辺の確認もしつつ、俺はいつもより早足で校内を見回った。美穂を追っかけなくていいんかな。ねえ、あんだけ変な奴がいるからなみたいな言っとったのに。遅くなって悪いな。おお、可愛らしいねえ、新人くんやね。あれ、山本さん、いつもより早いですね。モニター室の扉を開けると、制服に着られているような華々しさを残す男がキャラメルを口に放り込みながらこっちを見た。キャラメルキャラメルか。てか初々しさだな。彼が今日の相棒である、加山優。今年の4月にここに配属された新米くんだ。確かこの話もほんまあったな。なんか加山さんはもうちょっとこうまだこう大人っぽい感じだったような記憶があるんだけど、なんか今回のなんか可愛らしいね。大学を卒業して1年間はサラリーマンをしていたらしいが、何を思ったのか俺の勤め先である SRS 社に転職し、初めての配属先がここってわけだ。SRS、 なんだろう、関連策で何かあったっけな。お前今日はデートなんだろう。早抜けの申請出してたよな。え、あれ、今日トンとした顔になっちまったぞ。忘れたな。もしかしてデートは明日か。ん、ん、ああ、どうやら俺は間違っていなかったな。年のせいでボケちまったかと一瞬ひやりとしたぞ。しっかりしろ姉妹。早く行かんと彼女に失望されるで。今日だった。ぐぶあ、どうしよう。思い出した要件と現在の自分の状況とでパニックを起こしている優に、俺はため息が出た。はよ言ってやれや。しかも途中で口に入れていたキャラメルを飲み込んだな、あれは。
やれやれだぜ。そんなんじゃ校内に不審者が出たんですって女学生の声を聞いただけでパニックだぞ。ほら落ち着けって。俺は手近なところにあった日誌でユウの頭を叩いた。ポンポン、軽くポンポンってやるよね。まるでスイッチを切れたようにおとなしくなったユウは、俺は年長者として言葉をかけた。電話でちょっと遅くなるよみたいなこと、いやいやいや、ダメなんかな。慌てんな、まずは現状把握だ。現状把握。そしてすることの順序を立てる。この場合遅れたらめっちゃ怖い相手なら電話が先だ。メールはやめとけ、相手が気づかないかもしれないからな。電話でも気づかない時あるけどね。そうでない場合はさっさと着替えて駅へダッシュだな。電車待ってる間に電話をすりゃいい。さあお前が取らなくちゃいけない行動はどれだ。ん？電話してきてもいいでしょうか。頭の回転は悪くねえんだよな。ああ構わねえよ。だが次は職務中の携帯電話の使用は禁止だ。よかったな、今日の相棒が俺で。他の人だったら厳しかったのかな。ありがとうございます。ね、遅れんなよってちゃんとね、彼女といいことするんやで。まあ、あの千田さんと美穂みたいな感じのことはあんまりやめといた方がいいけどね、ベッドの上でやっちゃうような感じのは。優は頭を下げると猛ダッシュでロッカールームに駆け込んでいった。ありゃ尻に敷かれるタイプだな。そんなことを思いながら俺は何気なくモニターに目を向けてみた。なんかおるかな。モニターにも似たようなものがあるよって。ここで管理しているのは中庭や屋外の様子だ。大学自体は規模がでかいからモニタールームは何室かに分かれて点在している。全てのモニターとにらめっこしたら気がおかしくなっちまうってもんだな。おこいつは俺の目に留まったのは肛門を映しているモニターだった。そこに見つけた姿に思わず前を潜める。潜めるっていいんだよな多分。おう、ワンコ、ワンコだ。これ多分窓かなんだろうな、きっとね。こう他の人にはこう見えているみたいな、美穂にとってはあの窓か、あのね、人間の姿としての窓かに見えるみたいな、そんな感じよね。
あのジョーさん、まだ犬といるのか。いけんなぁ。そこにはさっき騒ぎの原因となった女学生の姿があった。俺たちの間では有名な犬女だ。なんか人面犬とかああいう都市伝説みたいな感じになりそうだな。ねえ、高木ババアみたいな。実際に接したのは初めてだったが、犬を友達呼ばわりしたり話をしたりと、なかなかにエキセントリックな感じだったな。エキセントリック少年ボーイみたいな。この場合エキセントリック美少女ガールみたいな、そんな感じかな。本気で犬に助けを求めていた時には正直病院に行った方がいいんじゃないかって思ったほどだ。過呼吸で一度行ったぞって。お、優が出てきたみたいだな。ちゃっかり私服に着替えたら、あの表情からするとセーフってところか。おう、私服の優くん。はあ、助かりました。心底ほっとした表情だが、どこか嬉しそうだな。彼女は許してくれているみたいだな。あ、はい、ちょっとむくれてましたけれど、待っているから早く来てよって。のろけか。え、いや、そんなことは。真っ赤になって慌てる優が思いのほか面白くて、もう少しからかってやろうかと思ったが、時計を見るとそうも言っていられなかったそうだ。ね、早く行ってやれ優。優、やっちゃいなよ。おいおい、こんなところで油を売っていていいのか。そんなことしたら時間が老いるぞって。ああ、西と引き継ぎは俺が済ませておくから、さっさと行ってやれ。いや、しかしあれだよね、警備員の仕事でこうやってね、早引きとかちゃんとねしてくれるのいいよね。警備員ってこんなもんなのかな。なんかこうね、早引きとかってあんまり、こう許されないっていうか、なんかよほどのことがない限りはなんかあんまり良くないみたいなイメージが俺の中であるけど、偏見かな。はい、ありがとうございます。ゆうは猛ダッシュでモニター室のドアに飛びつくと、お疲れ様でしたと一言声をかけ、バタバタと足音を響かせながら出て行った。あいや、お疲れさん。俺は聞く者のいない返事を返し、パイプ椅子に腰をかけた。さーて、引き継ぎが来るまでの間に日誌でも書いちまおうか。変化のない
平和な内容ばかりだが、これもお仕事お仕事っと。日誌を書こうとした俺の目がまたなんとなく肛門を映しているモニターに向かった。もうあのジョーさんの姿はなく、連れ立って家路に着く女学生のグループが歩いては通り過ぎていった。きっとまっすぐには帰らず、どこかで寄り道するんだろうな。そうか、あのジョーさんのことは書かないといけないか。でもどうやって書くんだろう。犬女現るみたいな、そんな感じかな。時々ではあるが、いつもと違ったことが起きると日誌に書き留めたりもする。思えばこの長い警備員人生、いろいろ変わったこともあったな。確かあれは、おお、選択肢だな。あれはつい最近のことだな。あれは前の現場のことだな。あれはいつのことだったかな。くこいがないぞ。ちょっとセーブしておくか。まあちょっとこうセーブしたにはしたんだけど、ちょうど30分ぐらい経ってるから、今日はこの辺にしとこうかなと。まあ、いやでもでも やってみるか。不幸いで、ちょっとだけね、延長で。最近何かあったか。やばいな、俺も年だな。どうも最近うまく記憶を呼び起こすことができない。まああの犬女のインパクトでやられちまって、他の出来事が思い出せないんだけだな。おっと、さっさと日誌を書いて書いちまわないとな。本日は校内にて男女の口論の仲裁に入ると。こんなもんでいいだろう。そういえばあの犬女、あの後どうなっちまったのかね。これ以上問題を起こさないでくれるといいが。はい、というわけで最後のを選ぶと、またオクリーヌのエンディングに入りました。原作のね。てか原作に入るくだり多いな。今回の実況で2つも通っちまったぞ。なんかアパシの七不思議じゃなかった、あれだ、都市伝説探偵局とか出てくる回とかはないのかな。確かあれはアパシーでやったっけ。まあ、もしかしたら削除されてるかもしれないな。というわけでね、次回は、さっきの、まあ、警備員さんの、選択肢のところで、やっていきたいと思いますので、次回もね、オクリーヌどうか見てください。チャンネル登録、高評価、コメントどしどし待っております。それではバイニャラー。